島の人はみんな人が大好き、移住してきてくれて口ありがとう。島のキラキラを魅力発信、喜んでどげどぶち感謝、ぶちラッキーぶちハッピー、ふがえことばっかミラクルじゃん。ぶちラッキーぶちハッピー、ふがえことばっかミラクルじゃん。スオオ島にぶち感謝イエーイ。お祭りの2軒目は、志村水産にお邪魔したいと思います。歩いてきたらね、志村さんがいたんでね、オイルサーディンとひじっこでおなじみの志村さんです。どうですか、うん、今ちょうどたるみのお祭りたるみは何もないんだけどね、まあ一応みんな集まってご飯とか食べるだけ。でも子供の頃からでもずっとそれをしてきたんですよね。そう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 、祭りになったらごちそうが食べれるっていうイメージ。そのね、浮島三大祭りの一つ、垂水の祭りっていうのがね、でそれはあ、家飲みって言われて、情報だろ、ね、割と若い漁師たち、うん、山根さんとかね、はいはい、村田さんとか、に聞いた話がね、ちょっと見せていただこうかなと思ってどんなお祭りなのかをね、座るとこがないじゃないか。こんにちは、早くお邪魔します。ここに町会議員が来ない、こんにちは。アイキャンみたいなもんです。アイキャンじゃないんですけど ね、誰かと思えば共栄闇の親方じゃないですか。ちょっとこんにちは親方。いい人だよ、お世話になりました。お世話様でした。今日は志村家に来て呼ばれおります。そうです、お祭り、たるみのお祭りがあるって聞いてきましたよ。どっから情報が知らないけど、皆さんと話してくる若い人行きましょうか。これね、たるみのお祭り、はい、家飲みって言われて、僕1年間ずっとね、どんななんだろうって想像してたんですよ。この垂水のお祭りってどういうことですか。どういうことって言われてもどういうことって言われても、ね、本当に飲むだけなんですか。飲んで、昔は子供みこしが出る、子供みこしが、今ないけど、ない、まあ、一番なんか仲良くなれるじゃないけど、あの距離を縮めれるというか、僕らよそから来たでしょ。よそから来た人間、普通に歩きよってもそう仲良くなれんけど、お酒飲みながらとか身近な人らと話すとこう打ち解けるじゃないけど、中国語役場になるんじゃない。あの前と始めたじゃん。戻すことはできません。親方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 。すいません。いかがですか、垂水のお祭り。1年ぶりのお祭りですけど。まあ、毎年のね。そう考えたら、半月ぐらい。いつもいっぱい飲んで、今度、明日からイワシを網を敷くんじゃが、みんなが頑張る。なんかね、見ててね、こうお祭りっていう楽しさもある、楽しいお祭りなんですけど、やっぱこう迎える側としてなんかこう準備とか、こうね、いらっしゃる皆さんへのこう気遣いとかすごい大変そうだなと思って見てたんですけど、どうかね、まあもう毎年の例だけね、あの島で採れたものとかそういうもんでやって、別にお客さんが来るんじゃっていう気分じゃない。ほかにわしらも向こうべらへ、向こうべらが1週間前に、呼ばれていくんです。でまた向こうから、おい来いやって、まあ島の一つのなんよね、若い人の楽しみっていうか、これがなかったら島もあんまりええことないわね。
やっぱでも1年間の楽しみですか。うん、まあ、まあ、私はあんまり飲まんのです、全然飲まんのでやっぱり酒飲む人は楽しみがあるんじゃないですか。でもこうやってね、自分のうちにこういう風に人が集まって楽しく飲んでるのをこう、まあ、飲まないながら見ているだけでもすごく楽しい。やっぱりね、みんながこう集まってくれるっていうことはね、島にとっていいことじゃないかと思う、ね、なんかこう、宇和島の江浦からだけじゃなくてね、宇和からとか大島からも人が集まってね、そうそう、まあ、ついあの友達とか、まあ、知った人は、おい、明日祭りじゃけ来いやって言ってね、まあ、気軽い気持ちでね、まあ、祭りっていう気を持たずに、まあ、一杯飲みに来やがつぐらいで、そういう気持ちでね。これもうあれですか、お父さんの子供の頃もこういう感じでした。 お父さんが子供の頃もこうやって、うん、昔はね、大昔はここもあの50年ぐらい前にみこしがあったんです、うん、昔はね、うん、今はもう50年ぐらいもう全然ここだけです。こうしてつい若い人が集まって一杯飲むのはね、向こうからはみこしが出てものすごい賑やかな、うん、でも飲むんでしょ、向こうも。もう一杯飲んでね、みこしの後ね。でももう50年前からもうお祭りの日に集まって飲むっていうのはもうずっとそう。もうそれはずっとです。もう私が子供の頃からやっぱりこう昔からあの江ノ浦の祭りが早いんです。あ、そうなんですか。もう決まあたまにこうこっちが早いこともあるんだけど、昔から江ノ浦が住んでで垂水が住むんです。うん、で今度あの島の運動会がある。うん、まあ、3つの島の行事よね、うん、いや去年ね、その宇和島三大祭りって聞いたんですよ。あ、そうですか。あ、ラグレート、うん、運動会とかね、そう、3つの集落で3週続けて祭りがあるから見に来たらいいっていう、うん、まあ、って運動会もここの運動会は大島区にいないような運動会です。それは面白いですよ。来週の土曜日ですよね。ああ土曜日です、ね、この土曜日にある。土曜日ですよね。来週よ、まあ来てみんさい。それはものすごい賑やかな運動会。じゃあお兄さん、予算は高い。ご無沙汰してます。何軒目ですかこれ。これで5軒目。5軒目。どれぐらい飲みました？あら、ちょっと行ってよくなっちゃう。さっきの。あ、ここは、すっごい気持ちいい。先生。すいません、こんにちは、お邪魔しまーす。これね、あの村田でカラオケをやってるって聞いて、どこの村田さんか分かんなかったんですけど、ここでしたね。お邪魔しまーす。あの宇和島小の先生、あ、この度あの4月から宇和島に縁あってきた武田と申します。お世話になります。いやいやいや、お世話してないよ。今年初めて、じゃあお祭りも初めてですか。はい、江ノ浦に1週間前に行って、みこし担がしてもらって、で、今日はいろいろ呼ばれてきました。どうですか、初めてのお祭り。めっちゃいいですよ。盛り上がる、ボルテージ、テンション上がりまくりですよ。テンション 200%。 はい、元はどちらからいらしたんですか。僕は大体あの、ひくまに住んでるんです。あ、ひくまから。ひくま浜です。でも初めてですか。初めてなんですよ、それが。はい、でここにいろいろお世話になっちゃうんですよ、もう前から。これ
お祭りってこのお祭りの存在って知ってました？垂水のお祭りがあるって知らなかった、ね、知らない、はい、なんて聞いてきました？ちょっと呼ばれてね、裕次郎君に祭りがあるけ来てよってほんで次行くよとか言ってでマジで来ましたよね、うん、これ何件目ですか今日？いやこれ1件目ですよ。これ1件目ですか？最初で最後ですよ。最初で最後ですか、うん、今日は何時まで続く予定ですか？もう先生は10時過ぎです。10時過ぎですか、はい、明日まで。明日まで。来週は浮島三大祭りのフィナーレ、うん、フィナーレ来る？運動会行きたいんですけどね。来週取材して取材して。え、何カメラだけ来ますじゃあ。僕ね、いやいや絶対来んじゃけんよ浮島の祭り。え、ここ、え、去年、先週は行ったわけ？先週ね、先週行けてないんですよ。あ、そら行けんね。来年なんで今度来週ね、僕海岸清掃ね、うん、いやそんなボイコットするんですよ。何海岸清掃？あのね、言い出しっぺなんですよ。あのね、三釜の海岸清掃とね、あの土井のお祭りの準備とね、あるんです来週。あ、そうなんだ。そうなんですよ。来週のじゃあ運動会に向けて意気込みを。そうですね、今浮島小子供が10人います、はい、浮島10で頑張りますけどね。浮島10、ね、一番が盛り上がってるのはね、学校先生だけどね子供よりもガンガンやりますよ。もうね、ソーラン節大好きだから、ロックソーランもゆっくりソーランも全部やりますから。へえ、いや僕あれですよ、エビス前大好きですから。エビス前もいいけどね、ソーラン節がいいよソーラン節をね、あれはね、北海道の踊り、はい、おっ、名前にも一緒。浮島三大祭り、垂水の家飲み、ご覧いただいていかがでしたでしょうか。家で飲む、親しい仲間が集まる、いろんな話をする、なんかお祭りっていう言葉の意味合い、なんかこう二通りっていうか、いわゆるなんかこうおみこしを担いで、神社の境内でなんか出店が出てみたいなお祭りというのもありますけど、なんかこうお祭り騒ぎ的な、なんかこう賑やかに盛り上がる、楽しむみたいなのも意味合い、なんかね、こう釣りをしている時にこう糸と糸とか絡まってお祭りになっちゃったみたいなのあると思うんですけど、なんかそういうなんか楽しい一日っていうのが今日の垂水で行われていて、今ね、こうもう3時の便で帰るんですけど、今まさに盛り上がりピークがどこかちょっとわからないんですけど、スタートからもう徐々に盛り上がって、今盛り上がり続けてるとこなので、これからどうなっちゃうんでしょうね。この先を見届けたい気持ちもあるんですけれども、ちょっと後ろ髪引かれる思いで周防大島の本島に戻りたいと思います。これね、ちょっと僕実際まだ見てないので、その江ノ浦のお祭りも見てみたいですし、今年だと来週ある浮島小学校の島民大運動会っていうのもね、ぜひ来年こそ、見に行きたいと思いますのでよろしくお願いします。浮島の皆さん、そして浮島から帰ろうとしている人たちが今ここ通り過ぎるから、もうちょっと喋ろうかな。なんかな、よかったな。カメラの保つくんもね、中でずっと言ってたけど、その自分の集落にもこんなお祭りをやりたいなとか、なんかいいですよね。その一日この集落でどこの家に行ってもみんなが飲んでる日っていうのが、なんかこう今日は伊豆井で家飲みしてますみたいな、で親しい人を呼んでるんだけど、呼んでない人も勝手に来て飲んでも大丈夫みたいな、なんかその招かれて招いてみたいな、なんかでも本当周防大島ってそういうとこありますよね。なんかこうお裾分けして、お裾分けされてとか、いただいて
あのいただいてみたいな、いただいていただいて2ついただいちゃいましたけど、あのいただいて、あの逆にお返ししてみたいな、なんかそのなんて言うんだろうな、うん、なんかこう都会にはないであろう、なんかこう人と人とのなんかこうギュッと深い関わりみたいな、あのいうものを今日本当感じました。あのまさに鵜ヶ島三大祭り垂水ということで、来年ねどうにか機会があったら、あの皆さんも参加されてはいかがでしょうか。あの通らないんでそろそろ終わりますね。それではまた次回のよそ者目線で、ごきげんよう。